ママちゃんとですね、ゆずちゃんでございますね。ドッグランにちょっと遊び行ってきましてね、だいぶお二方はお疲れでございました。ね、お疲れでございました。もうももちゃんマイペースでしたね、あなたね。ね、ね、マイペースでもあなたはもう私はここに座ってますって。ね、大人たちと一緒にいますって。ね、ゆずちゃんもなんか、遊んでね、ちょっと休憩の時はもうずっと椅子のところでこう、座ってましたね。ね。まあ、あなた方はもうちょっと遊んでもいいんだよ。ね。もうちょっと遊んでもいいよ。他の子みたいにわーわー遊ばない。嫌だ。んと。ね。まあ、いろんなことね、触れ合ったりとかね、すごく楽しい時間でございました。ね。で、コメントもね、皆さんのやつはね、すべて読まさせていただいております。ありがとうございます。ね。まあ、3匹目はね、どうでしょうかって感じですけどね。まあ近々私は特に決めないのでね。私は特に決めないので、遊び担当がね勝手に決めてくるんですね。こういうことに関してはね。なので今回はちょっとね、上手にね多頭買いするためのポイントで、をちょっとまあお話しさせてもらおうかなと思います。これはね、私がちょっと考えるポイント二つなんですけどね。二つでございます。はい。二つ。ね。はい。ね。一つ目はですね、必ずなんですけども、ゆず、何してんの？って。ね。はい。今みたいに、まあこういうですね、ちゃんとね、しつけがちゃんとできないといけませんね。私別に今、ただ圧をかけただけで黙らせました。はい。ね。で、必ずですね、今、飼っているワンちゃんたち、まあ、ももちゃん、ゆずちゃん、ね。まあ、協調関係をちゃんと作っているかどうかですね。はい。ちゃんと作れてないと、私がこうやって圧をかけただけで、ゆずちゃん、吠え、止まりません。ね。私を無視して吠え続けます。興奮続けます。ね。あっという間に尻尾もね、下がりましたし。ね。今、実際お見せしたいい例でしょうか。はい。たまたま偶然ですけどね。別に仕掛けてません。たまたま偶然興奮しましたね。ファッと止めさせました。ね。ね、まあ、こういう風にですね、ちゃんとこう飼い主とワンちゃんの関係づくりをしっかりできているかどうかですね。ね、これができてないうちに次のワンちゃんを飼い始めましたなんてやってしまうとですね、次の子もすごく悪影響になります。それはですね、なんでかっていうと超投手の子を見て勉強します。で、要は先住犬ですね。まあ、超投手、ね、超投手間違えた。ごめん、間違えました。鼻が長い子だね。先住犬の子、先住犬ですね。先に来てるワンちゃんの、動作だとかを学んで、次の子は、勉強します。ね。これが正解。間違えた。間違えましたね。何を言ってんだ、私はね。はい。先にね、来てる子、の動作を見てね、いろいろ、ちっちゃい子っていうのは、子犬はね、学習していきますので、要はそのちゃんとできない子のね、要はこう、なんていうのかな、不良みたいなね、うら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 みたいな、もうわがままで自分のやりたいことばっかりやってるようなのを、こうちっちゃい子供が見て、あれが正しいやり方なんだなっていう風に学んでしまうわけです。ですから、最初にですね、ちゃんとこう、一匹ずつ、ちゃんと強調して、飼っていかないといけないですね。しつけをできる状態にしてから次の子を、取り入れるわけですね。はい。ね。だから、まあ、飼い主の言うこともちゃんとよく、聞き入れないといけないわけですね。はい。ね。はい。すごいビクビクしてますね。私がさっきこう、うってやったから、本当
いや、マジでやりましたんでね。遊び、この動画撮ってるから、なんかちょっと遊び感覚でとか柔らかい感覚でとかじゃなくて、いつもやってるようにですね、動画で撮ってないところでいつもやってる雰囲気でうっとやりましたから、すげえビビってますね、あなたね。はい。ね。はい。ね、びっくりしてますね。それね。はい。ちゃんとやってくださいね。はい。で、まずこれが一つ目ですね。一つ目。はい。で、二つ目はですね、まあ今はちょっと一つ目にちょっとまあ少し似ている部分なんですけど、すでにワンちゃんを飼っているところにですね、こう、まあ子犬が来た場合、ね、この、先住犬たちに任せないことです。ね、任せっぱなしにしないことです。ね。まあ要はこう、頭数が増えるとこう群れになっていきますね。で、そうするとどん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 ですね、野生の時の群れに、近づいていきます。ワンちゃんっていう動物は数が多くなるとね、1頭の時より、まあ、2頭の時の方がちょっとこういろいろ敏感になったりします。で、3頭目とか4頭目5頭目になってくるともっと敏感になります、いろんなことがね。はい。例えば、まあ、5頭いたうちの1頭がですね、何か興奮して吠えてしまったと。ね。そうすると、残りの4頭のうち、どれかしらが、それにこう反応して、つられて、同調してね、自分も興奮して、わわわわわんと吠えてしまう。なんていう子もいますのでね、ちょっと野生に近づいてしまう、傾向があるので、しっかり1頭ずつね、見てい、ってほしい。ね。はい。だから任せちゃうと、ちゃんとね、できなくなったりしてしまうので、まあ、3頭目ができた場合ね、3頭目ができた場合は、ね、1から10までちゃんと教えてあげること。ね。ももちゃん、ゆずちゃんに任せない。ね。3頭目も、まあ、ももちゃん、ゆずちゃんの力も借ります。借りますけども、この子たちはサポート役です。ね。サポート役で、で、メインは私がちゃんと教えるっていう感じですね。はい。これが二つ目でございますね。この二つのルールを、しっかり守っていただかないと、いろいろちょっとしたことの、原因になったりしますね。まあ、ちょっとまあ、最近見た、まあ、前回動画でね、ドッグラン遊び行ってきて、まあ一応、プロ目線というか、こう、専門家目線みたいな感じでは、遊びに行ってなかったんで、普通に純粋に遊びに行ったんですけど、まあ専門家目線でピャッと切り替えてみるとですね、やっぱりこう、すごく依存し合っている、子たちとかもいましたね。はい。まあ吠えたらですね、こう、ファッと釣られて一緒に吠えるっていうね、兄弟もいましたしね。はい、下の子が主導権を握っちゃって、こう上の子が、立場が下になってしまうと、ね、いうような状況もね、ありました。ね。はい。ですからね、まあ、こういうのはですね、しっかりと一匹ずつの、要は関係性を強調して、作ってからね、次の子に取り入れることをやっていただければね、上手に多頭飼いっていうのは成功するわけですね。はい、ご参考になりましたでしょうかね。ちょっと今日なんかいい言い間違えちゃったところ、すごいどえらい間違えてるところあったけどね、超投手じゃないね、担当者のところですね。ね、超投手担当者じゃなくてね、先住犬ですね。はい。鼻の長さじゃなくて。間違えた。はい。ね、鼻の長さじゃなくて、ね、やっていただければなと思います。はい。じゃあ次回もぜひご覧になってください。バイバイ。